ごかったのよ。これすごい。これ何？なんか、うん、作りましたっつって作りました言うて作れるもちゃう。作りましたって言って、そうタグ見てたら、うん、どうやって作ったんこれ。え、これなんか何、なんかバッグチャームとかネックレスとかブレスレットとかそういうのね、アクセサリーっぽいね、なのかな。めっちゃかわいい。チョコちゃんのお花が入ってるのと、そうスイちゃんのね、スイちゃんのね星が入ってるので、めちゃめちゃ可愛いですね。ね、どうやって作るんだろう、だろうね、こういうの。わからん。なんも想像つか、錬金術かな。お、なんか銀粘土細工なんじゃないって言ってる。え、そんなんあんの？え、銀粘土って何？銀粘土って何？検索していい？銀粘土。ちょっと、私も検索しようかな。え？あ、こんなんがあるんだ。え、でもすごくない？え、すげえ。え、やとしたら、え？この形を生成したってこと、自分で。そういうこと、このぐるぐるぐるっていうのを。すごい。え、すげえ。無理だよ。こんなんあるんや。え、銀を練った粘土で焼いたらシルバーアクセサリーになるやつ。すごーい。すごい。焼いたんだ。すごい。ね。ね、なんかこういうものまで作ってくださってめちゃめちゃ嬉しかった。こんなもん、あ、作り方も載せてくれてたって。じゃあ作りたいものがある人はぜひ。トコちゃん作らんの？私こういうの多分上手にできひんな。私もね、不器用だから無理だな。インスタ風？私インスタやってないから分かんないんだけど。でもこれスイちゃんのアカウントよ。あ、ほんとや。これスイちゃんのアカウントや。これスイちゃんのアカウントや。水星星町書いてあるわ。トコマチラジオ1周年ってタグがついててね。いや、そうよ。これなんかちょっとエモな空気を感じて。あ、確かにね。うん。1周年もね。なんかあんまりさ、うん、スイちゃんのファンアート、結構スイちゃん自分でさ、そのリツイートしたりとかするやん。うん。ああいうの見てるとさ、やっぱ結構可愛い系のイラストをよく見ると思うんだけど、うん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 、割とこのイラスト、なんていうの、ちょっと大人っぽさと、うんうんうん、幼さがこういい感じにこうマッチした感じの、うん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 、普段あんま見かけへん感じのさ、うん、タッチですごい色合いがいいよね、目に留まったの、うん、なんかだって私の髪もさ、本来ならばもっと水色なんだけど、うん、でもなんかフィルターかけてんの、そうそうそう、めちゃめちゃいい感じにね、うん、フィルターかかってて可愛くてね。でこれ見た感じ、多分トコちゃんが撮ってくれてますね。そうね、多分トコちゃんが撮ってスイちゃんに送って、うん、スイちゃんがアップするっていうみたいなね、そういうストーリーまで見えてきますね。ね、ね、素晴らしい、可愛い、ありがとうございます。ね、秋に私あのトコちゃんのさ、この髪の毛のさ、ハイライトの色がめっちゃ好きなんだよな、これ。これツヤツヤしとるよね。そう、なんかね、こういうね、がっつりうわって違う色の光を入れんのが、うんうん、あ、こいつ絵がうめえって塗りがうめえ、塗りうめえってなるんだよね。これ本当に可愛いなと思います。なんかこういうさ、しっかり塗ってあるけど、うん、程よく淡く見える塗りってすごいよな、うん、ねえ、なんか厚塗りっぽいのがさ、スイちゃんできなくて、うんうん、わかるわかるわかる、ね、厚塗りっぽいのできる人ほんとすごいなと思いますね。厚塗りのさ、やり方みたいな調べたことある？あるあるある。なあれでさ、その、うん、下にまず緑とかさ、うん、全然違う色みたいな塗ったりするやつ、うんうん、はいはいはい、うん、でまずこれを塗りますみたいなんで、わからんけど、うん、まあはいはいと思いながら塗るやん、うんうん、で次にこれを乗せてなじませるとこうなります。ならんならんならんって思ってステップ2ぐらいでもう無理ない意味がからんっつってね。そう、まずね、肌色になんか緑を混ぜるとかの時点でもう無理なんよね。うん、ね、無理やった。わかる、全然できんかった。なんか私もね、一時期油絵をね習ってた時期があって。あ、そうなんや。そうそうそう、その時にあの、うん、肌色とか塗る時は肌色を塗っちゃダメですよって言われてたの。あ、そう、なんか肌色を作って塗るのは禁止ねって言われてやらされてて、最初に緑塗って、そっから黄色とか赤とか青とか塗り重ねていて肌色にしなさいよって言われてて、いや無理ですってなって、もう油絵はやめました。向いてないっつって、私には向いてませんっつってそこでもう美術館に飾った方がええんちゃう。飾った方がいい。これも額縁に入れよう、うん、額縁に入れてね、うん、
立てかけておけば、あ、これはとても美しいってねいろんな人が見に来てくれます。もうなんか雰囲気がいいよね。うんね、写真かなと思ったもん。確かにこんなロケ行ったかななんかレンズフレアのこの、あの一番前にあるこのレンズフレアの感じもめっちゃ綺麗だし、うん、あと一番前にこの、うん、何柵みたいなの置くっていうセンスがめちゃめちゃ良すぎるっていうのと、うん、あとこれあの夕方から夜に変わっていく瞬間だと思ってるのね、私これ。好きな時間やからね。そう、私の好きな時間ね明け方よりは日が沈んでいく方が好きやからね。そうなんです、日が沈んでいく方だと思って私は見てますけど、うん、これはいはいはい、あのトコちゃんの色とねスイちゃんの色がね、うん、空で混ざっている瞬間じゃないですか、うん、赤いのと青いのが、そういうところを切り出してくれてるのがね、うん、すごい美しく、そしてとても素晴らしい感性をお持ちですわと。いやこれほんまにもうこれトートバッグとか T シャツとかにプリントしててほしいもん、うん、確かに。えこれでねたくさんねなんかグッズ作っていただけましたら、うん、いただけましたらいただけましたらとてもよろしいものが出来上がると思いますいやこれほんまにめっちゃいいね、かわいいし、うん、かっこいいし綺麗だし、めちゃめちゃ素敵、ね、これ素敵でした、ありがとうございます、うん、星座なんです。自分も星座だし好きなものも星座だし、得意なことは戦争です